いい香りでしょ。今日ね、Q さんとコロンさん前に来てて、ちょっとお店のオープン前にね、いい匂いがするから、その匂いにつられて。でしょ、砂糖の匂いがね。そう、ここにちょっと見学に来ました。こちらが、九十九島グループの本社になります。早速カメラを撮って、どこでも撮影する人たちです。美味しそうですね。もうね、佐世保人大好き。大体ここですからね、高い風船さんの。この前ね、ナナトラマンちゃんが、はいはい、あ、食べてましたね、花籠。そして花籠を、あの、神様の匂いだって言ってましたからね。花籠を渡して失敗したことはないです。そう、九十九島グループの中の赤い風船とかね、こういろいろブランドのある一つなんですね。店舗さんで売ってるチーズケーキもそうですよね。そうそう、あれ兄おばさんのチーズケーキ、あれめっちゃ美味しいんですよね。あれ信じられないぐらい美味しいですね。ということで、あのね、Qさんに見せたかったのはね、はい、あちらのじゃじゃん、バス停でございます。おっと、大南港前って書いてありますけど、なんか違いますね。そうです、そうです。はい、ちょっと近く行きましょう。ここですね、南港前ですよね。南港ですね。ここ水郎先生の母校だそうです。あー、そうですよね、そうです、そうです。峰肌でロケに来られたりとかしてましたね。ここがね、九十九島せんべい工場の前になるんですけど、じゃじゃん、すごい、めっちゃ面白い。これをみんな一回って一回撮りたくてですね。知らんかった、全然知りません。ちなみにね、向こうの、あの、離れたところにある下りっていうのかな、はいはい、あ、そうですね。その上から下る方のバス停は、あの、普通のね、市営バスの、懐かしの市営バスのまま、ね、そうです、そうです、あのままなんですよ。すごい、知らんかった、知らんかった。そうそう、どうも、あの、撮影をしててですね、ちゃんとこっちに九十九島せんべい前って地も入ってる、ね、すごい。南港前でありつつの、ここね、いいですよね。時間表はこんな感じで、割と来ますよね。そうね。ね、黒髪から、うん、黒髪はね、停留所というか、バスのターミナル的なとこがあるからですね。うち大黒町だからめっちゃ羨ましいんですよ。黒髪行きでこう行き来できる方が。はいはいはい。選ばなくていいじゃないですか。そうそう。うちは1時間に2本とか3本とかあればいいですけど。はいはいはい。確かに。ないもんね。そうなんですよ。本当ですね、ハートマークはこちらには。そうなんですよ、かわいい、ね、この九十九島せんべいのこの六角形のね、六角形ですよね、八角形、六角形、六角形、縁起がいいんですよね。あの、亀の甲羅的なものをモチーフにして、なるほど、キッピン、そうです、そうです。そして、あの、九十九島せんべい の、 あのピーナッツは九十九島の島を表しているというね。てか、ずっとここ風下でいい香りがするんですよ。いい香りしますね。もうね、やっぱここにちょっと住みたいですね。ここでも実はおせんべいを買えるらしいので。はい、いいですね。帰り、あ、そうですね。寄りましょう、寄りましょう。ご視聴ありがとうございました。これからも佐世保タクワクセイを応援してね。チャンネル登録も待っとよ。